他社で来年。ちょっと待った待った、なんで終わる感じになってるんですか。あれどっから乗り込んだ、あれどっちから入れば、どうしよう、ニューイズのあれだよな、なんか終わる感じになってませんか。とりあえずそれ、あれどっちだ、あっちはイヘイヤじゃなくてイヘアなのか、あれコメント、なるほど、よっとこれですね、よいしょよいしょ、あれあったよいしょ、おはようございます、おはようございます、これで、はい、中の方で乗り組みが、はい、乗船でございます。あまり隙間がないんですけど、さあお願いして、ちょっとあの今コメントが音量下げてるせいで全然聞こえてないです、すいません。聞こえないな、マイクで、違う入り口だったらしい、ロパン、そうなのか、客室こっちでしたね、うわなんかいっぱい積んである、なんだろう、うん、フェリーです、肥料、なんだろう、セメントか肥料みたいにな風に見えましたね。うどんありましたっけ、あそこ、なんか上に椅子取りゲームみたいに椅子が並んでるフェリーに乗ったことがあります、小豆島。ふう、あ、延長はできてないか、延長ができてないような、おお、おはようございます、あっちが昨日渡った小売大橋かな、栗浜のよりは小さいです、小さいらっしゃいませ、できてないですね、どうした、じゃあ手動延長、調子悪いな、今手動で延長しました、さて、うん、本当に半袖の気温です、おっとおっ、屋内にちょっと音でかい、音でかい、昨日当たりました、あそこです、よし、本土に逆です、これ今本土離れます、あ割となんか綺麗ですね、自転、うん、全くです、うん、お、寝られるのか、うお、なんかすげえ選手っぽい人たちがいる、
こんにちは。放送中です。よっと。赤ちゃん、あ、そうそう。これは何だ。一回もあるんですね。じゃあ行きますか。ご存知、あの見られたから説明しようかなと思って一瞬ヘルメット外して下向けようとしたけど、すぐに視線がもあの外されたので。すごいな。おお、ここはなんか、え、あの椅子数少ないですね。55分だからそんなに寝られないと思いますけどね。おお、あ、犬がいる。あれは介助犬かな。なんかじっとこっち見てるんだけど。でかーい。おお、なんか耳にハイビスカスみたいなのがついてる。おお、かわいい。ああ、あれ、これペリー所属ってわけじゃないよな。でかい。あの、かわいい。うん、先端どっちだ、反対側か。ね、猫じゃない、猫じゃない。あ、やっぱ一番先端には行けないですね。どのフェリーも大体そうですけど、ペット、あの会社犬大体例外扱いされてますよね。いや、おお、うん、タイタニック、先端に行けないっぽいです。あのフェリーニューイゼナ。あ、危険さんいらっしゃいませ。何コップ、マスコップ、紙テープ。あの伊豆大島とかだと本当にそれやったりしてますけどね。あの島離れるときに。あ、寝てる、かわいいな。シャンパン割ったりするんでしたっけ。で、向こうに見えてるのがあのもう一つ別の隣の島に行くフェリーヘア。あっちの方はですね、確か1時間20分かかるんだったかな。フェリー料金も若干向こうの方が高いです。リヘアの方は確か山岳地が多いんですよね。島は大きいけど。あれ昨日渡った橋ですかね。え、あれ氷大橋だと思います。 NHK の力で。そう、あー、なるほど。ニテープ、どこ行くの。伊是名島。今乗ってるのは、往復代自転車も込みで4810円でした。さっきの自転車の人たちのメンバーの人の口笛台もないかと思ったら、あ、みんな出てきた。うん、4810円です。自転車なかったら往復3000ちょいぐらいだったと思います。3500円とかだったかな最初。あ、出航のってことか。世界一周とかに出るような時の話かな。資金力の、まあでも数日の旅行ですからね。それ全部足し合わせるとまあそれなりの金額になります。触れてるか。10万、どうかな、超えるかな、超えないかも。単純にただ10万っていうと高い気がするけど、数日間での分ですからね。1日2000円とか3000円とかいったら旅行費としては大したことない。あ、あ、もう出てる。あ、ごめんなさい、エンジンが、あ、エンジンの振動が、あ、え、ちょっと動いてる。でも回転してますね。あれ、じゃあもう乗船し終わってんのかみんな。あ、もう時間過ぎてますね。自転車が普通に、そうですね、それなりのサイズじゃないとそうはいかないから。帰りの飛行機は、もう取ってます。 1,2 ヶ月前に4泊で4泊で10万は安いかな。うん、5日間。てか、あの飛行機代とか全部足し合わせると高くなるのは必ずそうだと思うんですよね。あ、もう出た出た。結構スピード出ますね。割とスルッと出ますね。ね、割と
割とぬるっと出ましたね。そしてみんな釣ってる釣ってる、釣れるか釣れるか。あ、なんかまさに釣れてる瞬間っぽいですよ。え、あ、本当だ、上げてる上げてる、見られるか見られるか。長靴だ、ついてない、魚ついてない、餌食われた、残念、長靴でしたというわけで、あ、渦が見えるな、長靴の方に反応されてる、うん、釣りすごいですよね。思い切りかき乱されるんじゃないのかな、逆にそれで集まってきたりもするのかな、個人的なもの。あとは空き缶とかですね。あ、でも渦の色が綺麗ですね。うん、でもやっぱり釣り人に、向こう見てないからな、こっちは。でも手振ったら誰か一人ぐらい反応するかもしれないな。でもやめとこう、なんかただそれだと調子、あのテンション上がってるだけの人間になってしまうからなんか観光客丸出しですよね。ええ、単にテンションだけは高くて手振ったりしてるけど、見送りの踊り、あ、それも伊豆大島だったら実際に見送りの踊りでもないかな。あの、あんこさんたち、お姉さんたちが出てきますね。いいじゃないの、早いな本当に。うん、久里浜とかのフェリーに比べて、あの東京のフェリーに比べると船が小さい分、あのキビキビ動きますね。うん、そう、黒旅人は何だっけ、うろたえない、よっと。あ、頑張ろう日本ってあんなとこに書いてある。進行方向、あっちの方ですね。水深は分かんないっす。一般的にどんぐらいなのかすら分かんないっす。あ、そうか、氷島、氷大橋抜けるのかな、下凍るのかな。いや、でもあそこ遠浅だし、そんなに船航行できるのかな。ちょっと待ってよ、地図で言うとどうなるんだ。女性で、あ、女性の名前、今太鼓って名前が出てきたので誰のことだ。あれは太鼓さんか、サザエさん出てくるのは太鼓さんか。太鼓って誰だ、頭に浮かんだ名前は太鼓だったが誰なんだ一体。サザエさん、あれは太鼓さんじゃなかったですかね。太鼓さん、あの魚シリーズだから上陸用線って太鼓さんって楽器の名前じゃないんですか。いやいやいや、そう、太鼓さんですよね、ですよね。あ、大阪さん、一番最近会った人はそれかな。みんなの魚の名前についてどうして太鼓さんだけ楽器の名前なんだろうって話がありましたね、うん、なるほど、皆さん聞こえましたか、あのミュージシャンの言葉ですよ。ミュージシャンっていう言い方だと間違ってますかね。間違ってますね。なんて言うんですか、あれは、 あれはっていうか、あの活動のことはなんて言ったらいいんですかね、あれやる人のことは。ですよね、ただの物好きだと思いますけど。物好きの言葉ですよ、ただの物好きの。氷島意外と近く見えるな。あれ氷島か、あれ、あれが氷島じゃないですかね。違ったかな。でもあそこ砂浜あるから、そうですよね多分。あれ、じゃ あ、そうですね、やっぱり本当に昨日の橋の下くぐるのか。まさにくぐる橋が、うん、なんか進行方向からすると特別な存在だから、だからあのキャンデーとかもらえるんですよね。そうそう、太鼓、魚の鯛の太鼓ですよね。おお、早い早い。さて電波どこまであるかな。お、なんか岩窟みたいなのがあるな。そうですよね。あ、電波今のところ大丈夫ですかね。どうだったっけ、昨日電波の状況だと氷大橋のあたりあまり良くなかったですよね。沖縄だ。あと長い。本日は電車をご利用くださいまして、ありがとうございます。これより、お、ん、これより、これより、あっていうところで止まったような気がする。電波が切れた。これよりどうした、これよりの後なんかちょっと一瞬声が詰まったように聞こえたけど、どうした、大丈夫か。
あ、なんかあの珊瑚礁の境界線があるな。ちょっとどうして絶句した、ジャックされたか。本当に続きがないですね。え、以上？今日は伊是名島に行きます。今ここ、ああ今ここはそうか。すいません、今ここあの自転車の方に忘れてきました。こっちで出すか、こっちの iPhone で出すか。いけるかな。あ、そう、予約枠です。あ、改めてだ。なんかのぶとい男の声で全然違うこと喋り出したらどうしよう。申し訳ない。本日の乗車券、誠にありがとうございます。すいません、外で他のお客様のご迷惑になるようなことしてちゃダメですね。え、なんて今。今ライフフォースって言わなかったか。 Earliest opportunity. 早くやっとけってことか。 Earliest opportunity は生まってます。 Also, please be careful not to injure yourself in the open and closed doors.あれ？あれ？進路変わった。氷を橋の前を今曲がってない？やっぱり珊瑚礁の方行かないんだ。あと雨降ってきた。雨降ってきた。あ、降ってきましたね。降ってきましたね。これは雨ですよね。多分しぶきじゃなくて雨ですよね。今ほらあのぐるーっとあのこう曲がってきましたよ。やっぱり下は渡らないんだ。浅すぎると思ったよあそこ。あとなんか海の色が全然違うんですよ。青いとこだけ通ってきてますね。セルリアンブルー的なところはとあの避けてる。やっぱりうん、ここら辺の人に。あ、雨が帰省ラッシュ。いや全然中でゆっくりできますけどね。雨とか結構今あの PC にこの雨がかかってるの分かるかな。カッパ、うん、カッパ着て一応走ろうかと持ってきてますから。まずは民宿、港から 2,3 キロのところに民宿があるんで、そこにで一旦荷物解いて必要な雨具だけ持って出ようと思ってます。うん、 PC です。成長をたらかした。それもありですけどね。別にこだわる必要ないし。うん、スピード結構。今ここ出ましたかね。さっき出したつもりなんですけど。
人、雨でも、うん、走れる装備持ってきました。雨具と防水バッグ。35キロ、あ、結構あるな。台湾、あ、ちょっとこの低音が耳に痛い、耳に痛いっていうか、あのなんていうのかな、頭がしびれる感じ。あ、出ましたかね。じゃあ中に入りますかね。はい、中から、40m 防水、 40m 防水ですか。あ、濃いな、濃いしよう。よいしょ、うん、ふう、プワ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 。今ここ、あー、よくアイコンめんどい、めんどい。なぜかチャンネル支配権を入手した。これ勝手に書いたら怒られるのかな。見てる人いないよな。テレビの画面を放送に映ってる。著作権法。あ、そうか。そういや、まずかったですね。白鳥で映ったらいきなりバンってことはないだろうけど。そう、チャンネル権まで。この席はチャンネル権ありますね。あとすぐ近くで DS の音が、子供が DS で遊んでます。うん、一通り変えてみて、あ、チャンネルですか。切り替えたら鬱陶しいと思われるだろうな、切り替え続けたら。そう、この船のあの一番特等席を、あとテレビが載ってる箱もいいな。あれ木製の黒い箱なんですけど、何なんだろう。よっと、フリードリンク、フリードリンク、あ、そうか、あれ持って入れればよかったな。ドクターペッパーじゃないや、ルートビア、息飲んでしまった。低チャンネル、あ、ジェシーさんいらっしゃいませ。そうですね、いや、もういいです、もういいです。腕毛、腕毛、こうするとより濃く見えるかな。腕毛、袖を見ると本当に暑いですよ。しかしこの後雨どのぐらい降るのかな。確かに曇ってきてはいたんですよね。アニメにしよう。しかし DS 派手鳴らしてんな。ここで昔敵のお父さんだったら怒鳴り散らしてやるのに、クラーって言ってやるのに。テレビ台なんかで流用してるんだと思うんですよね。ちょっと写真撮っとこう。船旅は55分です。電波まだいいですか。あ、今逃した。このテレビ台が気になる。で、光の鉄拳、そう、5つんぐらいやりましたよね、昔のお父さんだったら。ゲーム配信、みんなで、ん？フェリーみんなで亀田、亀田ってなんだっけ、ボクシングでしたっけ。お見舞いして大人がそう行わなくなりましたからね。だって声かけただけでどうこう言われるような時代ですからね。なんかここまで隔離してしまうと子供の方も良くないような気がするんだけどな。ガツン、なんかファーストパーソンシューティングっぽいんだけど、この曲なんだろう。なんかミク曲っぽい感じもするけど、DS 募集、うん、そのぐらいやったかもしれない。いや、DS 募集したらさすがにそれはなんか物取りとして扱われるんじゃないかな。そう、1日2往復です。10時半に運転校出るやつと、あと13時に出るやつだったかな。13時か14時か、割とですね、あの
午後の遅めの時間と午後の、あ、違う違う、午前の遅めと午後の早め出ちゃうんで、あのギリギリまで遊んで最後の最後に帰るとかいうのができないんですよ。だから今日渡ってぐるっと回って明日の朝の便でまた戻ってくるってつもりです。道聞いただけで逮捕可能性ありますよね。まあそれは極端な例だとしても、それがもあの沙汰に問題沙汰になるくらいの時代ですよね。 DS なんか DS が喋った、コメントはよくていうかコメントずっと見てると酔いそう。ちょっと休憩していいですか。あれですか、そこ昼寝タイムですか。少しだけネタとして、若干ネタとして。なるほど。寝にくい。ネタとして寝るっていう音声もしっかり入ってたらしい。ネタとして寝るっていう、ネタとして寝るだけじゃなくて本当に寝たいわけじゃないんですよね。してなるほど。気持ちいいな、大変気持ちいいです。あった、よいしょ。あ、ダメだ、やっぱり文字見ると少し気持ち悪くなる。ダメだ、船の中でちょっとコメントを、このパソコンのサイズでコメントを見続けるのは超危険。すみません、どうしようかな、放送の方受け答えこれじゃまとめできないな。寝てていいですか、すみません。船酔いってほどじゃないですけど気持ち悪くなる前兆が今感じられるんで、このまま続けてると多分気持ち悪くなる。外の風にそう持つ。iPhone？ どこ？誰が映ってる？誰が映ってる？ちょっとすいません、しばらくお待ちでいいですか？すいません。ちなみに向こう着は10時半だから、11時25分着予定ですね。あ、犬がしっぽ振ってる、
はようございます。寝てた、何分寝てた？11時半まで。あーやっぱダメだ。あー電波良くないみたいですね。あれなのになんかこっちは転送速度遅いな。うん、まあちょっとここの電波、この手前表示も当てになんないですけどね。延長できるかな。切れた、残念。延長できず。まあ、上陸してからしますかね。はいはい、気持ち悪くなってたし。じゃあ、GoPro つけときます。大道芸、サウナボットを投げ
外の風景も映しておきます。
とうございました。本線まもなく中田港へ入港いたします。どなた様もお忘れ物ございませんよう事前準備されてください。なお、お忘れになりましたお荷物のお引き取りの際には、港内の三沢地上は大変混雑が予想されます。お荷物を確認の上、お間違いのないようお引き取りください。本日のご乗船、誠にありがとうございました。またのご乗船、乗務員一同、心よりお待ちいたしております。Thank you very much for sailing New Izema today. This ship will soon arrive in Nakada Port. Please make sure not to forget anything. Baggage claim is expected to be very crowded, so when you pick up your baggage, please make sure that you pick up the right baggage. Thank you once again for the boarding, and we hope to see you again.こういうのいたな。お、あれは港か。
っぱり書いてある、ハブのいない伊是名島へ歓迎。地味に波がないエリアが、お伊是名島の中田港、なんか顔出し看板あるな。かわいいな。解除券なんですかって聞こうと思ったけど、ちょっとタイミング逃したな。マイクみたいな形の重りがついた細い紐を投げて、でそれで太い紐を引き上げるっていう太いロープを、まあ、また返した。電灯が出てるか、電池ついてるのかな。あ、なかなかで動かしてるっぽいな、機械的なもので。電気っぽいな。
あったあった。あ、もうすぐ降りてくると思います。もう降りてくると思います。うわー、下のエンジンルームの熱気がすごい、すごい熱気が下から上がってくる。上陸、うん、あそこでなんか積み下ろしやって、積み下ろしてか何やってんだろうあれ。ちょっとトイレ、うん、トイレ借りがてら。グッジョブで変わる未来の宝物、どういうこと？みんなでグッジョブ運動スローガン。車に積んでたの、さっきの人たちは自転車を。中田港、中田港、どっちかな。トイレは、あ、こんな船だったんですね。あれは誰？誰でしょうね。文字が入るからこっちからか。あ、ダメだ、人の絵がちょっと映らない。乗るときは船でした。
て。これ中田港って言うんですか。中田か中田かどっちでしょうかね。普通は中田だと思うんですけど、中田の可能性もあると思うので、ちょっとトイレどっかで借りてきます。はいはい。なんか気温さらにちょっと上がった気がする。外からは見えないか。これレストランなのか。なんかこれ降った跡があるな、もう。ってことはいつ降り出すかわからんってことか。雲も黒いし、とりあえず宿までさっさと行ってしまうか。ではトイレ借りてきます。この一瞬の間で降り出しませんように。案内所で地図もらってきましたって。あ、ちょっと雨降ってる。早く宿行こう。あ、やばい。あ、降った降った。わあ、危ない危ない。じゃあこれはもう録画も一旦止めた。あ、声いけなかった。ちょっと一旦降ってきたんで
GoPro は止めてから、あの宿着いてからまた、今後のことを考えるか。なので、録画も一旦ここで止めます。あー来たな。降ったりやんだりの感じですね、これだと。じゃあ一旦録画終了、ありがとうございました。